自分のために今回は戦おうかなって、したいいと思います雄大選手、えー、計量を終えまして、えー、無事クリアいたしました、いよいよ待ちに待ちました、あ統一戦と、えー、いうことになります、一言、まずいただけますか、今の心境です、えー、そうですね、えっと、とりあえず計量パスして、えー、相手と向かい合って、さらに、えー、ちょっと緊張感も上がってきたので、まあ。 今はリラックスしてるんですけど、明日スイッチ入れて、しっかりぶっ倒したいいと思います。一方のパン屋選手、重、えー、岡雄大選手に続いての,あの意気込み、あした、明日した、明日ぶたをすという今コメントがありましたが、その辺も聞いていただきたいと思います。うん あのしっかりと準備してきたので明日はあはいい試合ができると思います、えー、雄大選手、明日あのぶっ倒すということですけれども。あの 前回の試合と比べて今回の雄大選手はどの辺が変わったところでしょうあるいは変わらないならば、えー、どういう感じで明日の試合、えー、言えるところで構いません、えー、こういう試合、こういう感じの自分を見てほしいというその辺の語っていただけますでしょうかえっと、まあ、前回の試合は一応暫定だったんで僕の中でもあんま世界戦というイメージはなかった感じがしなかったんですけど、まあ、今回はしっかりチャンピオンなので えー、今回が初め,初めての世界戦という気持ち、意気込みでして、えーそうですね、僕は結構、気持ち的メンタル的にはなんか家族だったり友達、仲間だのために戦うっていうスタンスなんですけど、毎戦、まあ、でも今回に関しては僕が小さい頃からやってきたことをやっぱり。あのー 無駄じゃなかったって証明するなんか自分のために今回は戦おうかなってすごいそれはなんか僕の中でなんか今までにない感情だなって思いますパンヤ選手に雄大選手のことはどういうふうに研究されましたか研究されましたかあのか あの雄大選手はあのスピードがあるしタイミングのいいパンチを打ってくる選手なのであのそういう気持ちでいます、でもあの私もちゃんと準備してきたのであの勝つ自信は十分あります。<laughs>